皆さん、こんにちは。ヌルヌルのアライグマです。今日紹介するのはこちら。はい。価値爆増、期待の若手選手紹介動画。ということで、個人的主観ではあるんですけれども、えっと、これから期待の若手選手っていうのを、えっと、紹介していきたいと思います。まあ、詳しい方とかはね、もうすでに知ってる選手とかも、あの、いると思うんで、まあそこはもうスルーしてもらって大丈夫です。はい。もう、えっと、僕がね、個人的に、え、これから活躍して、カードの価値が今よりね、 高くなりそうな選手をちょっとどんどん上げていきたいと思いますので、はい、最後までご覧いただければと思います。それではまず一人目、福岡ソフトバンクホークス、岩井俊介投手です。岩井選手は愛知県出身の23歳です。身長181センチ92キロ、結構体格はいい方ですね。はい、2023年のドラフト2位でソフトバンクに入団しています。 そんな岩井選手、えっと、大学の日本代表の合宿で、えっと、ストレートの回転数、プロでもトップレベルとされる2780を計測したらしいです。はいでえっとまあ、大谷選手とかで多分2200、300ぐらいで、今永選手とか松坂選手で2500前後ぐらいだと思います。なんで、えっと、いかにこの2780っていう回転数がすごいかっていうのがわかりますよね。 で、まあやっぱり回転数がいいとそれだけこう打者の手元で伸びたりとか、えっと実際の球よりこう体幹が早く感じたりするんで、こう、まあこれだけこういい質のストレートを持ってるっていうのは一ついいところかなと思います。ストレートの最速もマックス156キロで、まあこの回転数なんで、本当にこう質のいいストレートだと思います。岩井選手、こうストレートにね、すごい注目されがちなんですけど、えっとまあスラーブを投げるんですけど、この変化球すごくいいんですよね。 えっと、まあ、岩井選手、こう、右投げで、えー、と投げるときに、こう、左足を踏み込んで投げるんですけど、その左足を、こう、ちょっと、ま、開く感じ、全体的に体を開いて、アウトステップ気味で投げてくるんですね。まあ、なんで、ちょっと打者からしたら、ボールが見えやすいっていう風に言われてるんですけれども、まあ、普通は、こう、まっすぐ踏み込むものを開いて投げてくるんで、まあ、ちょっと、こう、スラーブの切れもいいし、横変化も大きいんで、まあ、意外と、こう、打ちにくいんじゃないかなと思いますね。 なんで、ストレートだけじゃなくて、変化球もいい。どっちも、こう、一軍で通用するボールを持ってるっていうのが、えっ、ー、と、この岩井選手のすごいいい特徴だと思います。とか言ってね、サインはまだちょっと1枚も持ってなくて、えっ、ー、と、変えよって話なんですけど、はい。まあ、でも、あの、代わりにね、このルーキーエディション2024のパープル博10尻を手に入れました。はい。なんで、ちょっと今後のね、活躍次第で、このパープル博の価値もどんどん上がっていくと思うんで、まあ、ゆくゆくはね、ちょっとサインカードとかも、 当てるなり買うなり煮るなり二宮和なりみたいな感じでねはいあのー、ちょっと集めていきたいなと思ってますはいということで2人目は千葉ロッテマリーンズの寺地流星選手です寺地選手は東京都出身の19歳です身長1 7 7ンチ8 2まあ体格は別に問題ないですねでえー、っと2023年のドラフト5位でロッテに入団してます で、高校は明徳義塾高校に行ってて、高卒ドラフト語医としてロッテに行ってますね。高校時代は U18 に日本代表として選ばれて、えっと、全試合一番一塁手として出場してます。この寺地選手、注目ポイントは打撃です。はい。すごい、こう、卓越したミート力を持っていて、ポジションはキャッチャーなんですけれども、こう、打てるキャッチャーっていうのを目指せる選手の一人です。そして今は、あの、ファームの試合に出場してるんですけれども、 この成績が抜群にいいんですよ。85試合に出場していて、276打数、86安打を放っています、えー。打率にすると3割1分2厘、えー。素晴らしいですね。打てる保守っていうところで、まあ、データでちょっと見ていくと、まあ、直近20年、高卒1年目保守。二、えー、2軍の打率成績、200打席以上っていうところで、えっと、ま、森友也選手とかで3割4分1厘。で、2番手につくのがこの寺地選手で、まあ、3割1分2厘とかですね、今。 で、まあ、その後に坂倉選手、広島の坂倉選手とかで2割9分8輪その後、近藤選手2割7分9輪その次に2割7分7輪で松尾潮選手。まあ、5人挙げたんですけれども、これでもま、上位2番目に寺地選手が打率でいくと、あの、いる状態です。はい。今挙げた選手もね、あの、本当にこう軍で活躍してる選手ばっかりなんで、まあ、本当にこうバッティングに関しては、えっと、これからがすごい楽しみな選手で、えっと、軍でも活躍できるんじゃないかなっていうところですね。 まあまだその守備まあキャッチャー面ではまちょっと見えないところもあるんですけど、まあパリーグなんでま最悪こう DH とかでもまあ打ってったりとかまあ近藤選手もね元々キャッチャーで今は外山持ってるんでまあ、そんな感じでも僕はいいんじゃないかなと思ってます。まあ一番はねキャッチャーで出れたらあの一番いいと思うんですけど、はい。 で、サインカードの、ま、金額とかなんですけど、まあ、やっぱりこう知ってる方もね、あの、多いと思うんで、価格はちょっとずつ上がってきてます。えっと、ヤフオクでま、BBM の、えっと、ルーキーサインカードですね。で、えー、36,500円で落札とかはされてます。で、まあ、それ以外にも、あの、最近出たパシフィックルーキーサインカードとかでも、ま、2万前後とか、それぐらいの金額で、 まあ、やり取りはされてるんで、まだこれから全然伸びしろあると思うんで、はい、今のうちに入手しておくのも、あの、全然ありな選手だと思います。そんなアライグマはどうなんっていうところなんですけど、まあ、先日ね、あの、パシフィックルーキーの、あの、開封動画で、寺地選手の縦型樹脂量を当てることができました。まあ、それもあってね、紹介してるっていうところも正直あるんですけれども、まあ、まだ知らない方も多分いると思うんで、まだ一軍一回も出場してないんで、まあ、今のうちにこう、かき集めとくっていうのも、 全然ありだと思います。はい、ということで、えっと、ちょっととりあえずね、2人紹介させてもらいました。まあね、すでに、あの、いや、そんなん知ってるよっていう方もいると思うんですけど、あの、知らない人にね、ちょっと知っていただきたくて、この動画作ってみました。まあ、本当にこう、岩井選手も、あの、最近1軍とかにも出てきてるんで、はい、で、ちゃんとね、あの、打者も抑えてますし、まあ、今は、 どっちかというと、こう、中継ぎみたいな感じで出てるんで、まあどうなんですかね、こう、先発というよりか、やっぱり中継ぎの方が向いてるのかな。まあ、ストレートの質もそうですし、スラーブも綺麗がいいんで、まあやっぱり中継ぎとかでこう、どんどんね、あの、登板数増やして、えー、一軍定着してほしいなと思います。で、えー、寺地選手の方はね、 えっと、まだ今年1軍出てないんで、も、まあ、もしかしたら終盤の方に1軍とか出てくるかもしれないですけれども、あの、まあ、代打とかでね、チャンス掴んで、ロッテの正捕手、もしくは、えー、チームを引っ張っていけるようなね、バッターになってくれるように、えー、応援していきたいと思います。はい。まあ、今後のね、動向に注目ですね。あの、今回動画見て、えっ、ー、と、気になった人は、あの、ぜひちょっと成績とか、カードとかちょっと調べてみてもらったらいいかなと思います。 はい。またちょっと気になる選手とか出てきたらこんな感じで動画上げていきたいなと思ってるんで、また、あの、どうだったかとかコメントいただければ嬉しいです。はい。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録、そしてコメントお願いします。ありがとうございました。